どうも、ミトです。今日はズッキーニとツナの冷製パスタを作ります。この時期だと冷たいもんばっかりになっちゃいます。で、今日のズッキーニは火を通さずに生のまま薄くスライスして作っていきます。で、私の冷製パスタに欠かせないのがニンニクオイルなんですが、それがちょっとめんどくさいかもしれませんが、それがあるとぐっと美味しくなります。今日の食材はズッキーニとツナとニンニク、そして調味料に塩とオリーブオイルです。じゃあズッキーニをスライスするところから始めます。アクを抜くのでね。立派なズッキーニなので、端っこはすれないので激薄にスライスします。真ん中ですが、これをこうカットして、なんかもっと頭のいいやり方あったかな。ちょっと思ってたより大量になってしまいました。多分この半分ぐらいでいいですね、2人分なら。これを水にさらしく間にニンニクオイルを作ります。ニンニクオイルの作り方は生ハムとトマトのパスタでやってるので、早送り。ではこのままのフライパンに水を入れてお湯を沸かし始めます。ズッキーニの水気を切ります。ズッキーニは2人分で 100g。 そしたらここにお塩をします。少々。うま、これは期待できますね。にゃんこもご飯中で、このツナ缶を開けると猫が寄ってくるでしょうか。全員寄ってきました。来たの。でもね、ご飯あげたでしょ。ガーリックオイルを入れるので、このオイルは捨てちゃいます。あ、その前にパスタも入れちゃいます。パスタを入れるときはお水にスープぐらいの味の塩をしてください。冷製パスタの場合は予定時間より1分多めに茹でてください。では多少水が結構だね出てるので、水気を取ります。そしたらここに入れて、あ、ここでシーチキンの味見てください。これは塩気があります。上に赤いのが乗ってたりするとちょっと可愛いので、トマトでも可愛いと思います。もう飾りです。だからなくてもいいです。麺をあげます。氷を捨てたらよく水を切って、ペーパータオルで水分を取ってあげましょう。そしたらパスタをあえていきます。あ、これはここにガーリックオイルを大さじ4、シーチキンを絡めて味見してあげましょう。おいしい。ちょっと足りないなと思ったら少しお塩して盛り付けていきましょう。冷製パスタって伸びる伸びるとか、そういう焦りがなくていいですね。で、ここに大さじ半分ずつぐらいのオイルをかけて、フライドガーリック、チラシの、で、パプリカをちょんちょんと飾って、で、こしょう。はい、シーチキンとズッキーニの冷製パスタ完成です。じゃあ食べていきましょう。うまっ。ニンニクチップがいい。ズッキーニもうちょっと熱くてもよかったのか。
美味しかったです。冷製パスタまだいろんなバリエーションがありますので、夏の間作っていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。